シッティングバレーボールの試合、2012年ロンドンパラリンピックにて、シッティングバレーボールは、座った姿勢で行うバレーボール。健常者も足に障害を持った人も共に楽しむことができ、夏季パラリンピック競技種目に採用されている。1989年、オランダでフランスを起源とする、ジッタルカとバレーボールを組み合わせた、シッティングバレーボールが考案された。 国際大会は1995年から行われるようになり、2005年には国際身体障害者スポーツ機構による初の公式の国際トーナメントがオランダの初サライで開催され、さらに2004年のアテネパラリンピックで男子の部がパラリンピックの正式種目になった。1993年からは女子の選手権大会も実施されている。パラリンピックにおいても二千八年の アテネパラリンピックから女子の部が正式種目となった。インドは6人制バレーボールのルールと共通点が多いが、在の競技という理由で、相違点が少なからず存在する。日本国内では1992年6月に競技がスタートした。日本パラバレーボール協会が統括団体として運営を行っており、競技人口は約8万5000人。 地域リーグ戦や東日本、西日本大会及び毎年12月に日本選手権が行われている。パラリンピックなどの世界大会における日本代表のポジションは概ね8位程度である。日本女子代表チームには輝き、ジャパンという愛称がある。パラリンピックなどの国際大会では障害を持つ選手がクラス分けを受けてチームを編成する。選手は 失死障害などの中、重度の障害のある KLB クラスと人工関節や軽度の機能障害のある KLC クラスに分けられる。1チームは18名から構成され、障害の軽い KLC クラスの選手は1チーム最大5名まで認められる。コートに入ってプレーする6名の中で KLC クラスの選手は2名のみに限られる。しかし国内では、 障害の有無に関係なく、楽しめるスポーツとして普及し、障害を持つ選手と健常者から構成されるチーム、健常者だけで構成されるチームが出場できる大会もある。漫画家の森下薫によるシッティングバレーボールを扱った作品がある。ありがとうございます。